グググッッッドグッドドイロンでございいまますす映画を紹介いたします今回の作品はお就活熟春人生100年時代の過ごし方主演菅野役水野勝さんあらすじ就活フェアをきっかけに巻き起こるドタバタコメディ主要キャストの紹介大原家の大黒柱おじいちゃん俳優橋爪勲さん彼は奥さん高畑敦子さんに対して 何かと喧嘩越しなくちょうで、飯はまだか飯を早く作れここは俺が立てたんだよ文句あるのかと怒号を浴びせ、就活の話をするため、菅野が大原家に訪問する際、うちをはぶらかそうとして、私はまだまだ動けるし、就活なんてしないとにかく言うと、キリがないんですよ。 暴言連発でドキドキするも橋爪さんのお芝居はいい意味で本物の頑固親やじで素晴らしき世界の時とは大違いで改めて素敵な俳優さんと感心しました奥さん役高畑敦子さん橋爪さんと本当の夫婦間のような気持ちで見ることができました女性が喜ぶ3つの言葉があり橋爪さん自身が3つ実践するんですがことごとく何言ってんのあんた バカじゃないのというシーンは面白いところなので見ましょう菅野の葬儀社の先輩松下由紀さん悪用感になられてましたねナースのお仕事のような性格ではなく常に明るく菅野に愛について教えてくれたり亡くなった後天国は本当にあるんですかという質問に対しても前向きに答えておりました葬儀の手続きの手順の場面でパワーポイントを 使って説明するシーンがあるんですがそれが聞こえやすくてとっても良かったです娘役郷力彩やさん橋爪さん高畑さん夫婦を常に気にかけておりお金にはこだわらない精神我が道を行くという感じでした菅野の父役古畑任三郎ガスター10で有名な西村正彦さん奥さんを10年前に亡くしその際息子とお医者さんと西村さんで3人 お話しするシーンがあるんですが、延命治療はしないという話になって、息子と角質が起こり、その後10年会えていないんですよ。でも、ラストシーンがここ大事なので、言わないんですが、一気に泣けるので、とにかくハンカチ用意しましょう。星は5つです。高畑さんが急にコーラスのメンバーと会食中に脳梗塞で倒れてしまうんですよ。こ,こは一番シリアスで家族が 一一致団結し一つになれた場面ででもあるので見ていて驚かされる部分もあるんですが感動する気持ちにもなるのでご安心ください。最後は葬儀社に無料のメモリアル映像を金婚式で流す際の映像と音楽がバランスよくうまくマッチングしていて涙パイロン流してしまいまして財津和夫さんを好きに。 なってしまいました。余談ですが、就活フェアで、高畑さんの右隣に、水曜日のダウンタウンでおなじみのミスターオース、和田和美さんも出ていたので、興味のある方は劇場へ感染対策の上、お越しください。グッバイ